はい、こんにちは、116インズです。 ALDS レイズとヤンキースのシリーズは、今日ヤンキースが勝ちましてシリーズ2勝2敗、明日の第5戦で全てが決まることとなりましたね。で、この大事な第5戦の先発、ヤンキースは第1戦にも先発したゲリット・コールを中3日で先発させるようですね。コールは今季ヤンキースに FA で加入しまして、今年が9年契約の1年目となります。チームとしてもヤンキースのエースとしての活躍を非常に期待しての獲得となりましたが、今シーズンの成績7勝、防御率 2.84、 そして94奪三振と、数字面ではヤンキースが期待したエースとしての活躍を見せてくれたんじゃないのかなと思っています。ただそれはシーズントータルでの成績を見た場合でして、実は今季のコール終盤戦に入るまではちょっとあまり調子が良くない状態が続いていたんですね。8月末の時点でのコールの防御率は 3.91 と、昨年リーグトップの防御率 2.50 を記録し、さらにサイヤング賞投票2位にも入ったピッチャーと考えますと、まあ、ちょっと防御率面では物足りない数字となっていたんですね。で、特にその防御率の足を引っ張っていたのがホームラン数の多さですね。8月末時点での9イニングあたりのホームラン数、コールはなんと 2.35 本も打たれていまして、コールは決してホームランが少ないピッチャーではないんですが、ただ彼のキャリアでのワーストも 1.37 という水準となっていますので、まあそれと比べますと1本近く多く今シーズンはホームランを打たれていたということになるんですね。ただ9月にだいぶ盛り返しまして、この月防御率 1.00 と非常に安定していましたので、シーズントータルで見ますとなかなかの成績となっています。では9月のコール、何がそんなに変わったのかという話なんですが、一番大きな変化はキャッチャーが変わったことなんですね。8月末までの8先発でコールはゲイリー・サンチェスと全試合で組んでいたんですが、9月からの4試合は全てカイル・東岡とコール組むようになったんですね。まあこれはたまたまなのかもしれないんですが、ただ成績面では結構大きな差が出てきているんですね。先ほども少し触れましたが、8月末までの成績、まあ、サンチェスと組んでいた時の成績はこちらの通りになりまして、8先発で4勝2敗、防御率 3.91、奪三振率は 11.74 と非常に高く、予四球率についても 2.35 と決して悪い水準ではないんですが、ただホームラン数、9イニングあたりのホームラン数は 2.35 本と、ここがかなり成績の足を引っ張っている印象があるような数字となっています。そしてこちらが東岡と組んだ9月の4先発の成績となるんですが、4先発で3勝1敗、防御率は 1.00、 奪三振率は 11.33 と、サンチェスと組んでいた時と比べて少し下がってしまいましたが、ただ予四球率は 1.67 と、サンチェスと組んでいた時と比べて 0.7 ポイント近く改善されましたし、ホームラン数ですよね。9イニングあたりのホームラン数が 0.67 本と、先ほどの 2.35 と比べて大体3割ぐらいまで大幅に減ったんですね。9月に東岡、コールと組み始めてから非常にコールのピッチングが良いことからも、プレーオフが始まってからも東岡は実質的なコールの専属キャッチャーのような存在となっていまして、プレーオフでのコールも非常に安定してますよね。ワイルドカードシリーズの第1戦では7回2失点、13奪三振と素晴らしいピッチングを見せましたし、この ALDS 第1戦も6回3失点ときっちり試合を作ることができましたよね。今のところコールと東岡の組み合わせはヤンキースにとっても非常にプラスに働いているんじゃないのかなと思いますね。そんなコールのピッチングの面において歴然とした差が出てしまった2人のキャッチャーですが、まず2人はそもそも選手として違うというところも考慮しないといけないですよね。サンチェスはバッティング面に強みを持ったキャッチャーでして、2016年以降の5年間で115ホーマーとキャッチャーながらも非常にバッティングの良い選手として有名ですよね。昨年も34ホーマー放ってオールスターにも選ばれましたし、キャッチャーながらバッティングでチームに貢献できるというのは大きな強みなのかなと思いますね。ただ今季はちょっと打撃に苦しんでいまして、ホームランは10本放ったんですが、打率はわずかに1割4分7厘と全く振るわなかったですし、またサンチェスは守備面にも課題を持った選手でして、今季リーグワーストとなるパスボール5個を記録していましたし、フレーミングの指標においてもマイナスを記録するなど、守備についてはちょっと疑問符がつくような選手ではあるんですね。これまではバッティングの良さでその守備の悪さをある意味目をつぶっていたわけですが、ただ今季はそのバッティングも振るわず、またコールとの組み合わせもあまりうまくはいってませんでしたね。一方で東岡はサンチェスと比べて守備面に強みを持った選手ですね。先ほどサンチェスがマイナスの評価を受けていたフレーミングの指標において、東岡はプラスの評価となっていますし、またリーグでも上位3分の1には入るぐらいの評価となっています。もしかしたらこういった守備面の良さがコールにとっても投げやすいという環境になったのかもしれませんね。ただそうは言ってもどちらかといえば守備に強みのある選手、バッティングに関してはちょっとサンチェスとは比べ物にならないぐらいレベル差がこれまではあったんですけれども、今季はそのバッティングにも東岡改善の兆しが見られています。9月16日のブルージェイズ戦では1試合3ホーマーを記録しましたし、今季たったの16試合の出場でしたが OPS 7割7分1厘は彼の4年間のキャリアの中で最も高い水準となっています。そういったこともあってか、このプレーオフに入ってから特に東岡の出場機会は徐々に増えつつあるような状況ですね。
そんな相性の良さを見せている二人ですが、意外と共通点が多いんですね。二人とも1990年生まれの今年30歳を迎える選手たちですし、また出身地も二人とも同じでカリフォルニア州オレンジ郡の出身なんですね。そういったこともあってか、プロスペクトのショーケースなどで二人はバッテリーを組んだこともどうもあったみたいですね。で、さらにこれも面白いんですが、2008年に二人ともヤンキースにドラフト指名されているんですね。コールは1巡目指名、そして東岡は7巡目指名でヤンキースから指名を受けまして、まあ、コールはこの時ヤンキースに入団せず UCLA に進学して3年後の2011年ドラフト全体1位でパイレーツから指名を受けてプロ入りを果たしているわけですが、東岡はこの2008年のドラフトでヤンキースに指名されてそのままヤンキースに入団しています。同じエリア出身ということもあって担当のスカウトもどうも同じだったみたいで、コールと東岡が初めてヤンキースでバッテリーを組んだ際にはその記念のボールをスカウトに送ったそうですね。コールは東岡との相性を聞かれた際に、二人とも南カリフォルニアの出身だから色々と気が合うと答えていたこともありましたので、まあ、野球とは関係ないのかもしれないんですが、こういったところもコールにとっては東岡と組んだ時の方がピッチングにプラスに作用しているのかもしれませんね。まあ、仕事でもこういったことはありますよね。気が合う人と一緒に仕事した方が色々とはかどるという機会は結構あるんじゃないのかなと思いますので、こういった心理的な要素は無視できないのかもしれませんね。ただ一応野球の面での違いも探してみました。で、一つ気になったことといえば、サンチェスと組んでいた時と比べて東岡と組んだ時の方がフォーシームやスライダーの割合が減ってナックルカーブの割合が増えているんですね。左がサンチェスと組んだ時の8先発の球種の割合でして、右が東岡と組んだ4先発の球種の割合となるんですが、サンチェスと組んでいた時はナックルカーブは 15% 程度、そしてフォーシームは 54%、 スライダーが 25% となっていたんですが、こちらが東岡と組み始めて以降ナックルカーブの割合が 21% まで増えて、フォーシームが 50%、 そしてスライダーが 22% まで減っているんですね。プレイオフに入ってからもナックルカーブの割合が高い状態は続いていまして、で、一般的にスライダーと比べてナックルカーブの方が球速は遅くなりますので、もしかしたらナックルカーブを増やしたことでよりコールの速球が生きるようになったのかもしれませんね。まあ、この辺はちょっと私も分かっていないんですが、皆さんのコールのピッチングの印象もぜひ教えていただけると幸いです。ただ東岡と組んで以降、コールの球種別の成績に結構大きな変化は見られていますね。8月はフォーシームかなり打ち込まれていまして、この月だけで5本のホームランも打たれていまして、で、被打率も3割を超えていたんですが、これが9月に入ってから、被打率は2割をわずかに上回るような水準ですし、WOBA で見ても2割7分7厘と、8月と比べて成績は大きく改善していますよね。これがフォーシームを減らしたことで生まれたものなのか、それとも速球の平均球速が8月は 96.4 マイルだったものが、9月97.2 マイルと1マイル近く上昇したのが影響したのか、どっちの方が強かったのかはわからないんですけれども、ただ間違いなく言えるのはコールの生命線といえる速球が9月に入ってからは非常に良くなっていることがわかりますね。またもう一個面白いのがナックルカーブの成績も良くなっているんですね。先ほどナックルカーブの割合が増えているという話しましたけれども、8月は被打率3割5分3厘あったナックルカーブが9月は被打率1割2分5厘に抑えることができていまして、これもなかなか面白い変化だなと思いましたね。8月はあまり有効ではなかった変化球をあえて9月に増やして、で、逆に成績を改善させる、なかなか不思議な変化だなと思いましたが、まあ、もしかしたらサンチェスパスボール5個が示すようにどうしても捕球にも不安のあるキャッチャーですので、ホールとしても思いっきりナックルカーブが投げられず、で、それが東岡に変わってそういった不安が取り除かれ、よりナックルカーブを生かすことができたのか、まあ、いろいろ考えられそうですけれども、やはり面白い変化だなと思いましたね。まあ、あとは単純にコールの調子が良くなったというのもあるでしょうね。先ほども触れましたが、速球の平均球速が8月 96.4 マイルだったものが9月 97.2 マイルまで上昇していますし、また昨年のコールも4月と5月は防御率4点台と少し苦しんでいたところ、6月から一気に調子を上げましたので、今季7月に開幕して7月8月とあまりギアが上がっていなかったところ、9月から一気にギアが上がったという可能性もなくはなさそうですね。調子が上がり始めたタイミングでたまたま東岡と組み始めたという可能性もなくはないので、今後も必ずしも東岡とコールの組み合わせがものすごくうまくいくとは限らないのかもしれませんが、ただヤンキースとしては当面はこの東岡とコールの組み合わせは続けていくんじゃないのかなと考えています。ヤンキースのブーン監督は監督就任直後こそこういった専属キャッチャーの考え方には否定的でしたが、ただ現状こういった形でコールと東岡の組み合わせを続けているわけですし、またうまくいってる限りは反対の立場ではないというコメントも出していましたので、ヤンキースとしては当面続ける意向なのかなと感じましたね。おそらく明日の ALDS 第5戦も東岡が先発することと
となると思いますが、そうなってくるとサンチェスの立場がどんどん厳しくなってきますよね。守備面が大幅に改善しない限りはバッティングでチームに貢献しなければなりませんし、そのバッティングがあの状態ではなかなか試合に出るのは難しいでしょうね。もしかしたらサンチェスの今後のヤンキースでの立場もこれまでのように安泰とはいかなくなってくるのかもしれませんね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。